くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあじゃん、見てるくるぶしです。帰りたい。なになになに、どうしたの、はい、どうしたの、どうしたの、どうしたのよ。私今からのチャレンジちょっと不安。あ、不安。不安。今日はこれからですね、なんとトモロアラテ二郎系デビュー。イエーイ。あれれ。あれ。一抹の不安を。私お腹壊さないから。デリケートなお腹。すぐ下痢しちゃうから。ですね、実はちょっと前に、うちの近所にちょっと二郎系のお店ができて、僕一人で行ったんですけど、すごく美味しくてですね、なんと、取材というか、撮影交渉をしまして、無事に OK が出ましたので、すんごい。俺はツイッターでチョモちゃんと行きたいなって書いたんですけど、見事にその夢が叶いまして、おー、はい、今日はこれから、チョモちゃんの初お店での二郎系ですね。怖いよ。まあちょめちゃん本当に二郎系のラーメンをお店で多分食べたことないと思うので、ないです。はい、この今回行くお店は、足立区のですね、ラーメンノックアウトさん。ノックアウトされちゃいそう。もう名前からすごい。電池返し。さっき教えました。ちょっとね、静かめに撮影させてもらって、ちょめちゃんのね、ラーメン二郎系デビュー、をね無事に。済ませたいと思います。黙食ですよ。そうですよ。はい。じゃあそれでは行きましょうか。はい。はい。レッツゴー。さあ、ではですね。こちら、ラーメンノックアウトさん。思いっきり閑静な住宅街にあります。すいません、前お電話して、撮影交渉&確認に行ってくれております。どうぞ、はい、行きましょう。どうぞ。なるほど、ここで買うわけですね。はい、じゃあそもちゃん、じゃあ行きますか。普通のやつで、はい、これチョモちゃん。ありがとう。これも同じでいきます。ラーメンとチャーシューとチーズ。はい、えらいことになってる。着席しました。ついにデビューします。ここからはちょっと静かにやっていこうと思います。いただきたいと思います。どうやって食べる？これっていうか溶かすな。ありがとうございます。
楽しい。うまい。ちょっと何かの何ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい。ということで、もう3日何も食われ。はい、ということで、ラーメンノックアウトさん行ってきました。人生初めてお店で二郎系を食べたチョモちゃん、どうでした？クリちゃんがよく言う、うん、その暴力的っていう、その食に対して暴力的っていう表現が、うん、いまいちピンときてなかったんですけど、うん、その本物にこう直接触れてみて、うん、あ、暴力的だわと思いましたしかも他の店と違って平打ち麺が特徴で、そう、平打ちっていうのがめったにないんですよね。いや、ビビったね。名古屋ってなった岸麺、うん、岸麺をさらに分厚くさせた感じだもんね。はい、非常に美味しかったです。地元民として非常にこのノックアウトさん推したいです。いやでも美味しい、ほんまに。なんか濃いのとか好きな人はめっちゃ好きちゃう、うん、あのチャーシューはすごく美味しかったです。本当に他にはない大きさっすか、厚さとか。あれすごい美味しかったでしょ。柔らかいしふわふわなチャーシューね、うん。今回はですね、ラーメンノックアウトさんに、許可いただきまして、今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。僕はまたちょくちょく伺いたいと思います。さっきねちょっと回ってないところで話しとったんですけど、ここってすごいなんかその住宅街の中にあるってだけあって、うん、なんかそのファミリー層にも優しくてベビーカーとか見ててもいいってね。あ、ね、そう書いてありましたね、うんうん、すごいよね。そう、もしね結構お車で、移動されてる方とか結構来やすいと思うんで、足立区花畑にあります。はい、はい、ノックアウトさん、みんなでノックアウトさんに来てくださいはい、本日はですね、ラーメンのカートでチョモちゃんの二郎系店デビューでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。チャーシュー丼サブメサブメ大丈夫？ダメだ、もうお腹いっぱいでダメだわ